はい、お疲れ様です。今回ね、なんでね情報ビジネスをお勧めするのかってことを一回整理してお届けしようかと思います。まあ私はご存知の方少なくなってきましたけども、もともとリアルビジネスばかりをやってきました。20代後半から30代、まあ、もっと言ったら20代前半もサラリーマンでした。スーパーで働いておりました。まあ、ですんでね、リアルビジネスを私は専門としているわけなんですけども、専門でもないね情報ビジネスがなぜねここまで私の売上規模を広げてあらりを大きく変革させて自分の暮らしをここまでね、成長させたのかってことは、もうこの自分が選ぶべきビジネスっていうものがどこまで圧倒的に違うのかっていうところにその要因があるんですよね。じゃあ1つですね、2つ7つ8つぐらいですかね、これを比較してみましょうか。まずはね、営業時間ですよね。リアルビジネスの営業時間ってどうですかね。基本的には定休日あるにしても365日、24時間とは言わないけども、まあ、営業時間は今の時代でしたらね12時間ぐらいどこも取ってるんじゃないですか、ね、朝8時から開けて夜8時まで営業するとかね、12時からオープンした店ってのはだいたいその日の12時まで開けるというふうに片番12時間ぐらいでやるんじゃないですかね。まあ、それで開店立ち上げに、まあ、1時間前から入ってお店のダウン処理、要するに閉店処理に1時間ぐらいかけるから14時間ぐらいが1日のうちで取られちゃうんじゃないかなと思います。じゃあそれに比較して今の私のこのビジネス活動ですけども、 YouTube の動画作成アップロードその他に関しまして、だいたい3時間ぐらい1日あれば十分ですかね。さまざまな問い合わせとかリレーとかありますけども、それ全部ねメールを読ませていただいて、まあ、場合によっては LINE の方も見ますけども、ほとんど私の連絡経路メール1本ですからね。じゃあそこに対してお問い合わせに返信を限定動画とかね公開動画でする、だいたい3時間あれば十分なんで、深夜の2時ぐらいに起きて朝の5時には完了してるって形です。そっからね私のなんかね食べてみたシリーズとか通販買ってみたシリーズとかね、わけのわかんないのが始まりますけどもね、実質的にお問い合わせに、まあ、対応してるとか、それから速稼塾のことについて返信してるっていうのはこの3時間になってくると思います。営業時間まるで違いますよね。こっちの方はねカチッと決まって世の中の時計と同じようにやらないといけない12時間、こっちの方はですね自分の1日の24時間のうちのどこかを、まあ、まとめてやるにしても分散するにしても3時間ぐらいで済んじゃうという形ですよね。はい、次仕入れです。そうですね、私が店舗を経営した時に一番の足を引っ張った仕入れってのは人の仕入れですね。商品とか食材ではなくて、どうやって人を採用するか、採用面接はどうするか、採用した後どのように仕事を分け与えていくか、そしてどのようなスケジュールで成長していただくか、気持ち、モチベーションはどのように維持させるか、これ人の仕入れですね。かなり手間がかかりました。現在どうでしょうか。私は従業員雇っていません。まあ従業員といえるものは YouTube の作った動画ですよね。これは自分自身のレベルと同等のものがどんどん作られていきますので、特に不満はないです。私の動画、この動画を撮ってみても、1個前の動画を撮ってみても、10個前の動画を撮ってみても、私自身が語りかけていますよね。ということは、あまり大きな齟齬がないわけですよ。でもこれをですね、例えば優秀であろうとも、店長に頼むねって言ったら、全く別の顔、全く別の思考、全く別の声で放送するわけなんですよ。でそこには私では出せないパフォーマンスもあるかもしれませんけども、基本的には私よりも低いレベルの情報発信になってきます。ということで、仕入れたのはいいけども利益を生む可能性は低いというふうに、そういうふうに感じますね。で3つ目なんですけども、これ値入れですよね。値入れっていうのはどのぐらいの利益を見込んでいくかってことなんですけども、情報発信をしている以上は1万円で売ろうが値引きして100円だろうが全部利益です。どうでしょうかね。で反面、通常のビジネスっていうのは必ず固定費っていうのがかかってきますんで、販売価格っていうのはある程度損益分岐点を上回ってないといけないんですよ。ということで値入れっていうのは非常にね高い設定値になると思います。どちらが売れやすいかもう自明の理ですよね。原価ゼロでいくらでも価格をつければ全部利益になる、そういったものと、ある程度の損益分岐点を守らなければならないものと、どちらが商売で勝つかってことになります。はい、次ですね、集客です。さあ集客ってのはリアルのビジネスでは大変ですよ。広告を出したり、ポスティングをしたり、さまざまポスターを貼ったりとかね、口コミを起こしたりとか、さまざまあります。インターネットの集客って何でしょうか。まあ今の私で言えば YouTube をどれだけ作ったかだけですね。1日1本か1日10本かどっちが集客するかっていうのは明らかですよね。まあですから最初の話に戻しますけども、
営業時間3時間ですか、その間にどれだけ私が動画を作れるかってことが勝負になってくるんですよね。はい、次セールスです。セールスはまあ大体そうですね、アパレルの店に行ってみてください。店員さんがすぐに駆け寄ってきて、どんなものを探しですっていうふうに聞かなくてもいいのに聞いてくるでしょ。その時点でもうね、買う気半減、早く店出ようかなみたいな感じになっちゃいます。もう上の空ですよね、商品見るの、うん、そうやって多分アパレルショップっていうのは自ら売り上げを落としてるんだと思いますけどね。はい、でもインターネットのセールスってどうですかね。いろんな動画を撮る中で、その動画に対して興味がある方だけが向こうからお問い合わせをくださる。だからアパレルの店で行ったら、入店してきたお客さんが店員さんを見つけて、店員さんと、こういうものをこのぐらいの予算で探してるんですけど、お話聞いてもらえますかっていうふうにお店の方にね、スタッフさんに問いかけてくれるのもんなんですよ。ってことはもうセールスがいらないんですよね。お客様のニーズの商品を、はいこれですよって渡せばいいだけなんですよ。情報発信も同じです。 YouTube を見て、こういうこと質問があるんですけどっていうふうなお問い合わせに対して、これですってお答えすれば満足度は 100% ってことですよね。はい、どちらが勝負になるでしょうかってことですよね。そして利益です。まあこれはもう言うまでもないですよね。リアルビジネス、ネットビジネス、どっちが利益高いんだって話です。ネットビジネスってのは無限に値引きが可能です。まあ多いすると値引きはしませんけども、でもまあ理論上ね、値引きは1円でも全利益ですから可能なんですよ。そう考えると固定費がねかかって、ある程度の損益分岐点を守らなければならないリアルビジネスっていうのは結構不利ですよね。最後なんですけども、業態変更ですね。これが一番大きいんですよ、情報ビジネス。私がね、情報ビジネスの中で恋愛っていうテーマについて語ってるとするじゃないですか。でも次の日、美味しいお店でもいいわけなんですよ。でも例えばですよ、リアルビジネスで結婚相談所をやってますっていう風なね、方の方がいきなりですね、飲食店食べ歩きとかってできますかね。なかなか難しいんじゃないですかね。営業している結婚相談所をどうするのって話もありますし、そもそも結婚相談所の人間として認知されているところに、まあ食べ歩きみたいなのがね、まあ口頭向けになってくるわけですよ。うん、そう考えても情報ビジネスってのは、今日はこんなテーマを扱いますの一言で別の店をオープンしているようなもんなんですよね。まあですんで飽きが来ないし隙がないということになってきます。まあ以上を考えて情報ビジネスをやるしかないってことなんですけども、こんなにね変化に富んだ情報ビジネスを15年やっていて、それこそね隅から隅まで扱ってる情報があるはずなんですけども、そうなったら売り上げが立たないわけないですよね。でも15年経って未だにうだつが上がらないってことは、いや本当にそれ15年かけたのって形ですよね。それじゃダメなんですよね。そんなね、質問に15年なんか何ともなってませんってよく書けるなと思っちゃいますけどもね、これはねバカにするんじゃなくて、そのぐらいの意味でビジネスってものに取り組んでいただければ結果が出ますよっていうふうな私の知った激励で、まあ鼓舞する意味で、放送させていただきました。それでは以上でございます。いってらっしゃい。